前田工房のクラフト万歳ギタチャレ20日目です。はい、いよいよね、20という、ね、回数に来ました。早速練習していきたいと思います。手がね、やっぱりね、最初はもう冷たい、本当に冷たいです。動かない、言い訳だな。Thank you.
ード変えるとうまくいかない。せーの、はい、少し、せーの、しんどい。握力をつけないと厳しいかもしれないですね。もう握れない。本当にもうここから超痛い。心内を悲しき刻みに胸に出していただけど、この夏でこの街で僕いろんな曲が弾けるようになりたいですね。
いな。いっぱい書いてるんです、曲を。なんかいろいろ弾きたい曲を昔書いてたんです。ちょっと久々にこういうのやりたくなっちゃったんで、何がいいかな。
これあれだな、あれと一緒だな。一体このままあいみょんと全く一緒ですね、これ。一緒、コード進行が一緒なんですね。全く一緒。古いアルバムめぐり、一体このまま、いっぱいあるってことですね、コードはね。今日は、全然練習する気にならないみたいですまあね、20日も練習してればね、そんな日もありますよ。そんな日もあるんです。いいんです、これも練習になってるし。
難しいな。やっぱりコードチェンジがうまくいきませんね。はい、まだまだです。昔の曲っていい曲ですよね。練習しよう。ちょっと練習戻ります。Thank you.
もうちょっと。違う、こっちだ。あのじゃあ5やんね。いやーこれノーミスでいきたい。よし、5、6、せーの。
チャの時点でちゃんと親指がここに置けなきゃいけないから。もうバインバイン言ってる弦が。むずい。はい、ですね、今日はね、ちょっといまいち集中できなかったですね。まあこんな日があってもいいのかなと。疲れた時はね、疲れた感じで練習してればいいし、また元気な時にやればいいかなと。まあ明日もやるんですけど、はい、ちょっとね、もうちょっとやっぱりね、この読み込みが必要だと思います。楽譜が何せ読めないんで、ちょっともう一回ちょっと今日にでも読んで、ちょっとやりたいと思います。なんか次に進めないなって思いました。だから、ちょっと音楽の知識を上げて、明日に挑みたいと思います。また明日も頑張ります。ありがとうございました。